サンジャースレンギーンゾリグ。サンジャースレンギーンゾリグ。ラテン、文字転写の例。1962年4月20日から1998年10月2日は、モンゴル国の学者、政治家。モンゴル国立大学大学院生だった1989年末、東欧革命に呼応して始まった民主化運動に参加、リーダーとして、頭角を表し、若くして、 有力な政治家となったが、1998年に暗殺された。1962年4月20日に、トウ・サンジャースレン、母ドルジパラムの3人兄弟の第2子として生まれる。長兄は、日本の国立民族学博物館外国人、研究員、客員教授などを務めた、サンジャースレン・ギン・バヤラー。1959年生まれ、後にゾリグの遺志を継ぎ、 国民大会議大議員、外相となったサンジャースレン議員をユンは妹である。父サンジャースレーンは、医科大学の教授で、ブリアート系である。母、ドルジパラムは、父と結婚する前は、モンゴルでも知られた、映画女優であった。母の父、ゾリグの祖父、アンドレイ・ドミトリエヴィチ・シムコフは、地理学者で、ロシアの地理学者、探検家であり、 聖火のカラホト遺跡の発見者として知られるピオトル、コズロの探検隊に加わり、ロシアからモンゴルに来たと言われている。この祖父は、モンゴル人民共和国の独裁者ホルロー議員、チョイバルさんが行った大粛清の犠牲になり、ドルジパラムは孤児となった。1970年ゾリグは、ウランバートルの第23中等学校に入学する。この学校は、 ウランバートル市内に設けられたロシア語学校の一つであった。1980年から1985年までソ連に留学し、モスクワ大学で哲学を学ぶ。帰国後、1年間、モンゴル革命青年連盟で講師として勤務する。1986年モンゴル国立大学の講師となり、科学的共産主義を教える。ゾリグは洗練されたチェスの選手でもあり、 後にモンゴルチェス連盟会長になった。1988年民主化を掲げ、反体制派の青年を急行し、新世代グループを設立した。1989年から1990年にかけて起きたモンゴル民主化運動で大きな役割を演じた。ベルリンの壁崩壊からちょうど1ヶ月後の1989年12月10日、ゾリグの率いる。 約200人のグループは、市場経済導入と自由選挙を求める民主化デモを起こした。翌1990年1月、ゾリグラは、ウランバートルの中心にある、スフバートル広場で週末デモを開始する。デモは小規模なものであったが2月になり拡大していった。デモの拡大は群衆と当局の間に緊張をはらむ、こととなった。群衆と包囲する兵士との間に乱闘が起きた時、 ゾリグは友人の方に乗り、マイクを持ち、群衆に対して平静を維持するように呼びかけた。ゾリグのこの行動によって、流血の事態は避けられ、モンゴル人民革命党政権に、社会主義は、嫌するが、対話はするというところまで妥協させることになった。ゾリグの友人の方に乗り、一人でマイクを握り、民衆に呼びかける姿は、モンゴル民主化の象徴となった。 1990年3月、ジャムビン・バトムン副書記長、ドマーギン・ソドノム首相をはじめとする、モンゴル人民革命党政治局は、総辞職し、人民革命党による一党独裁体制は、終焉した。モンゴル民主連盟を結成し、議長就任。モンゴル民主党結成を主導。大統領は40歳以上とする1992年新憲法の規定から、 大統領就任に意欲は見せなかった。1990年6月、人民大会議、人民大フラル大議員に当選する。1991年ソ連8月クーデターが起こると、直ちに国家非常事態委員会やソ連、共産党保守派を非難する声明を出した。1992年には、国民大会議、国民大フラル大議員に当選し、 1996年には再選された。最初は少数派に属していたが、第二期国民大会議では、政党連合民主同盟連合、モンゴル民主連合に課し、1921年のモンゴル人民共和国建国以来、初めて非人民革命党政権の樹立に参画した。ゾリグは民主同盟連合政権の市場経済改革のペースに回帰的であり、 改革が公正ではなく、さらに多くの貧困を招くと考えるようになっていった。1998年社会資本整備大臣として入閣した。その1998年は、モンゴルにとって政治的危機の一年といえる年であった。民主同盟連合による政権運営は急激な市場経済化政策の失敗と連合内の対立により混迷を極める。 1998年4月23日、メンダ裁判サイ裁判首相は内閣総辞職に追い込まれた。後継首相には民主同盟連合のザヒア議員エルベグドルジ国民大会議議長が就任した。エルベグドルジ首相は政権発足直後、国営の復興銀行を民間のゴロムト銀行に合併する決定を下した政府決定第80号。復興銀行には 国会議長、首相を筆頭とする政府交換による融資圧行為や経営人の資産乱費や背任容疑などがあった。また、合併の決定は国有財産及び地方公共団体財産法や民法、銀行法に照らして違法であった復興銀行合併問題。人民革命党は政府決定に反発し、内閣不信任案が提出され、エルベグドルジ内閣は 総辞職せざるを得なくなった。当時の大統領は、モンゴル人民革命党から1997年5月の大統領選挙で当選した夏議員バガバンディであり、人民革命党の大統領と民主同盟連合の議会及び政府はねじれ減少をおじていた。バガバンディ大統領は国民大会議で多数を占める民主同盟連合が指名する首相候補を拒否し続けた。 後継首相が決まらないまま憲法が規定する首相選出期間を過ぎてしまった。各党による水面下の交渉が行われた結果、公認首相として社会資本整備省のゾリグを候補とすることで合意した。バガバンディ大統領もゾリグが首相候補であれば承認したと言われる。10月5日月曜日に首相候補決定が発表される予定であった。 1998年10月2日、ゾリグは殺害された。二人の暴漢は、ゾリグのアパルトマンに侵入するとブルガン夫人を縛り、ゾリグの帰宅を待った。ゾリグが帰宅するや、いなや、暴漢は彼に飛びかかり、16回も包丁で、めった刺しに刺した。そのうち、心臓への刺し傷は3カ所に上った。奇妙なことに、犯人は、 ゾリグ邸を去る時に冷蔵庫の中から酢と醤油の瓶を一本ずつ持ち去っている。強行から四日後、スフバートル広場で約三万人の市民が集まり、追悼集会が行われた。彼らは手に手にろうそくを掲げ、徹夜でゾリグを追悼した。ゾリグの遺体は政府庁舎に安置され、10月7日埋葬された。首相候補に目されたゾリグは急死したことにより、 政治的危機はさらに2ヶ月にわたって続いた。結局1998年12月、ウランバートル市長のジャンラビーン・ナランツ・サツラルトが首相に就任するまで政局は、硬着状態にあった。ゾリグの殺害は、現在に至るも、動機や犯人など不明なままである。ゾリグが首相候補となったことから、政権内部の情報に通じた何者かによって、 首相就任を防ぐために暗殺されたと、異政治的陰謀説が推測されるが、確たる証拠がない。ブルガン未亡人は、ゾリグ遭難時、浴室に縛られただけで生存したことから、警察当局は彼女を、容疑者として短期間、捜査対象としたが、結局、立憲は見送っている。ゾリグの妹を言うんは、ゾリグが首相に就任した場合、モンゴル政界に救う汚職や、 政治腐敗追放キャンペーンを実行する予定であったして、これを嫌う一派により暗殺されたと主張している。事件後、妹のサンジャー・スレン議員オユーンは、ゾリグの意志を継いで、国民大会2層選挙に立候補し、大議員に当選、政界入りした。オユーンは、後に、モンゴル外相となり、新党市民の意志党、市民のゾリク党、ルジニーズ・ワリグナム、現在の市民の意志、 緑の塔を設立した。透明は、兄の名、ゾリグと、モンゴル語の意思ゾリグをかけている。死後、ゾリグを追悼する市民たちは、ウランバートル市内の中央郵便局に向かうと、大通りにゾリグの像を混流した。立像は、政府宮殿の方へ仕事に歩いていく姿を模した、ものである。ゾリグの命日には、毎年、家族や友人、多くの市民が、 像に喧嘩を欠かさない。1998年10月、ゾリグ暗殺後、短期間のうちにゾリグ財団が創設された。同財団は NPO として民主主義の推進、社会活動、青年活動、自治プログラムなどの活動を行っている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。